丁寧から永世5年5月10日は、高霊町大越の献身、東京帝市の第6代当主、西帝王帝母祖の四男、陽徳元年、父の命によりお囃子軍を率いて、退挙なんかし、広南の元福品を討伐した。昭和3年に帝母,母祖が死去すると後を継ぎ、朝廷から帝南王に封じられた。国政改革に取り組み、 会員を定期に審査する制度を制定した。同時に法律を改革して、賭博行為を禁止した。昭和15年、ラーンサーン王のスリニャウォンサーの死後、ラーンサーンには混乱が起こり、三つの小王国に分裂した。テーネはラオスに派兵して、アユタヤ軍に対抗させた。その後、チャンパーサックが、大越の支配下に入った。永世五年に死去、早村の抵抗が後を継いだ。 小祖の病号を追造され、皇王と、送りなされた。両軍皇、帝剣軍皇、帝園、日下げ軍皇、帝、ウルー軍守帝士玉、明軍皇、帝十二化した。軍守帝士玉、貞だ法霊児等に化した。軍守帝士玉、蘭中軍皇、霊児両に化した。ありがとうございます。